はい、おはようございます。ワドです。今日は2018年7月の1日朝の10時15分です。部屋が汚いっす。大変なことになってるんで、今日は部屋を片そうと思います。よろしく。あねえな。いろいろでも整理する道具とか買ってきたら、あれ音声読み上げになってない。あって書いて、みんなあって書いて、あって書いて、あって、あって書いて、あ。したいね。もう一回。音でかくない？読み上げ。掃除頑張ります。オッケー。おはよう。おこしやすさん、ヤトゥーバライブ完全課金制にしたの？何 YouTube 完全課金制？完全課金制ってあんの？知らないそれ。何 YouTube 完全課金制って、なんかあんの？知らん。さて、一応ね、100均でいいアイテム買ったんだよ。これ100円均一で、棚のこれ100円でこれ売ってんのよ。これを引っ掛けるだけで、ここにこうやってフィギュア飾れるから、フィギュアはここに飾る。で、本棚は天井まであんだけど、うん、部屋がこんな感じでもうゴミなんだよ。やばいでしょ。これ俺の配信スペースなんだけど、なんか配信だとめちゃめちゃ綺麗に見えるって言われるんだけど、汚いでしょ。やばいな、部屋狭いし、ほらすごい狭いでしょ。だから頑張るよ今日は。いや、ちょっと部屋をクリーンにしようね。まずは格闘技グッズをどうするかだよ。格闘技グッズ捨て頃終わったから、意外といっぱいあるんだよ。ヘッドギアとかレガースとか。おこしやすさん、200円課金しないとチャットコメント打てなかった。いや、打てる打てる。お疲れ様です。普通にコメント打てるよ。みんな書いてたもん、うん、お疲れ。これがレガースね。足につけるやつ、プロテクターで、ヘッドギア、うん、お疲れっす。ヘッドギアとかね。ビースケさん、普通に打ててたよ。普通に打ててたよね。完全課金とかないよ、 YouTube には。誰でもコメント打てる。あれじゃん、あの過去の放送見てたんじゃないの。さっきやってたやつは打ててたよ。そういう時は入り直すよ。やりますか。部屋を飾ろう、コーヒーを飲もう、花を飾ってくれよ、いつもの部屋に。悲しみの果てに何があるかなんて。オンイエー。アングコローさん、お疲れ様です。掃除配信やべえな、スペースがねえな。カズミチさん、おはようございます。はい、おはよう。掃除配信、はい、おはよう。悲しみの果ては素晴らしい日々よ、行こうぜ。オンベイビー。チョコマロさん、お掃除頑張って。掃除頑張るよ。うふう。ああ、悲しみの果ては素晴らしい日々よ、送って行こうぜ。よいしょ。
にかく今日のテーマは部屋をきれいにする。オッケー、みんなとにかく部屋きれいにしとこう。第一優先事項だから。前々からね、部屋を片そうと思ってたけど、俺ね、綺麗な時は綺麗なんだよ。汚い時めちゃめちゃ汚いの。お部屋か綺麗かのどっちかなんだよね。なぜかそうなっちゃうんだ。お部屋か綺麗か。みんなは部屋綺麗な方？みんな部屋綺麗かい？綺麗。本当は汚いだろうよ。あんなに汚い部屋見たことねえよ、のりこの。そう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 、忙しくなったらもう動けないの分かってるから。もう今バカンスだから、俺はやっと来たオフだから。繁忙期終わったのよ。忙しかったよな本当に。暇だって言葉一言も出てこなかったもんね。あ、みんな綺麗。そっか、みんな綺麗なんだ、いいね。部屋綺麗なのはいいことだよ。やっぱね、心の乱れだから、部屋の乱れは。毎日暇じゃないよ、お前と一緒にすんのよ。お前みたいなゴミと一緒にすんの。繁忙期っていうのは忙しい時期のことね、会社とかで。忙しい時期のことあるじゃん、会社とかだと。例えば冬の製品扱ってたら冬物が売れるとかさ、決済って言って、その決済の時期とか繁忙期になるんだけど、普通は。よいしょ。俺はクズだよ。お前はゴミだけどね。社会の役に立たないゴミ。俺はクズ。A B C さん、いや意味は知っとるけど繁忙期やったのってことよ。あ？みーすけさん、繁忙期だよ。汚い。めちゃめちゃ忙しかったよ。本当、もうスケジュールに追われてたもん。毎日毎日大変だったよね。すげえ大変だったよ、本当に。繁忙期でしょ、誰がどう見てもあんなの。麦ちゃんさん、お前よりは。なんか配信者ってさ、暇だと思われてるんだよね。ニートだと思われてんだけど、普通の、いろんな人見てきたけど全然忙しいよ。少なくともアルバイターとかより全然忙しい。超大変だよ。配信外でやることがたくさんあるから。私も見ながら掃除するわ。一緒に掃除しよう。音聞きながらね。いくらくらい稼げた？え？繁忙期っつっても稼げるとは限らないのよ。スケジュールが忙しくて配信外でやることがいっぱいあって、ひどかったよ、先月の給料。6月はだって10日ぐらい配信やってない時期もあったし、赤字がもう20日ぐらいだよ。1万円超えたら俺黒字にしてるんだけど、日当1万超えたら俺はラッキーだと思って、黒だって決めてんだけど、1万円超えた日なんかほとんどないよ。全部赤赤、大赤字だよ先月は。もうだからダメだね。まあまあ金のためにやってるわけじゃないからいいんだけど。ありがとう、バーガープレゼント、ありがとう。いい感じの部屋、きれい。いや汚いよ、汚いよ。下見たらげんなりするよ、超汚いよ。大変大変、とんでもないよ。俺の部屋来たらわかるけど、どこが綺麗なのよこの部屋の。みーすけさん、花火をプレゼントしました。でもね、消える。うわー、みーすけ花火ありがとう。花火ありがとう、ご祝儀ありがとうございます。さん、ありがとう。掃除してもなお、よいしょ。え、解放さんに掃除してもらおう。あ、まあ解放ね、まあいいんだよ、自分のことは自分でやるよ。あれはもともと解放が売れるために作ったネタだから、本当に掃除させようとか俺どうでもいいよ。解放が配信者として売れるために作ってあげたネタだから、それをなんか勘違いするバカリスナーとかがいたからもう嫌になっちゃったから、いいよ、解放とは普通にコラボするよ今後は。真に受けるバカがいるんだよな。
あとみんなお土産ありがとね、地方から来てくれたリスナーさん。水羊羹とかうなぎパイとか、うなぎパイとかたくさんいただいたよ、ありがとね。うなぎパイでしょ、名古屋の味噌カツ、すごいよこれ、いっぱいある。あとなんだこれは、これ何飲んでた。あ、静岡のお茶までくれたよ、ありがとうございます。贈り物、うなぎパイ、これこっちにボンと置いちゃうよ、うん、ちょっととりあえずこっち片すから。あとはとりあえず片そう、とにかく。とにかく片そう。ゴミをワンバン入れてこう。うなぎパイとかね、くれるんだよ、ご当地のものとか送ってきてくれるの、リスナーさんが。ありがたいよね。もうアルミ捨てていいよね、これ、うん、これ使えなかったもんね、アルミ捨てよ。お面作るときに買ったアルミ捨てます。じゃあ缶の日に捨てます。缶の日だね、アルミは金になるからリサイクルしてもらおう。悔しかったよな、これな、いけると思ったけど。缶の日に捨てよう。ゴミはこっちに袋あるからいいや。缶入れ、缶はそんなでかくなくていいでしょ、小さいビニールでいいよ。そんな量ないから。最近見なくなったよね、これだっけな。ペットボトルある？ペットボトル、あの捨てていくよ俺。どれ？ペットボトル、はいはい、それ捨てていいよ、使わないもん捨てよ。狭い部屋だよ、狭い部屋好きだけど、もう収納が間に合わないね。ペットボトル捨ててくるわ。ペットボトル。狭いかもね、同じ。狭いね。一人でも狭いよ。やっぱ配信部屋が欲しくなってきた。ペットボトル捨ててくるわ。
今四つ葉と四つ葉とあった漫画ちょうだいってこっちありがとう。これは何の本3おかえり音符人えあでっかい本ありがとう。なんて？はいはい、ただいま。大丈夫よ。暴れなくていい。大丈夫大丈夫。俺だっつも俺よいしょ。はいはい。いや外暑いね今日は。外暑いよねえのんちゃん、うん、そこの上もさ、いらないの捨ててこ。これは何？どれ？見えない。捨てていいよ。え？な、何それ？なんとかヤスリ。え？ヤスリ？ヤスリってなんだ。メディヤス。え？メディヤスって書いてある。メディヤス？ちょっとよくわかんねえな。なんだろうね。汚ねえな、しかしこの部屋は汚ねえ部屋だよ、暑い。髪の色もな、おっさんだな。年には勝てん。自分が30まで生きてると思わなかったもんな。ヒゲもすごいんだ、ボーボーで。お越しやすさん、間取りがわからない。間取りはね、なんつうんだろう、この四角い部屋に奥があるんだけど。ハートありがとう、やすさん。ここにパーテーションで本棚かまっちゃってんの、のんちゃん映らないように。変形なんだよね、そこ階段だし、その斜めの部分階段なの、2階につながる。でそこに奥行きがあるんだけど、間取りちょっと変則だね。要は四角になんか縦長が追加、そこが追加されてるみたいな。だけど本棚で区切ってるから余計分かりづらいんだよね。だから本当にさ、あれだよ、俺が配信やってるソファーの席あんじゃん、いつも見てる。あれは漫画のフラットシートみたいな感じ。漫画のフラットシートみたいな。ソファー席って感じかな。すげえ狭い。満喫みたいな部屋だよ、本当に。プチ満喫。あ、せんべいだ。せんべいあった？前はもうちょい広く見えてた気がする。前はだからこのこれがなかったから、本棚入れてなかったから。だから6畳ぐらいあんのかな、この部屋。ドルキューマさん、でもうまく突っ張り棒とか棚とかで収納してて感心する。いやもうだから物が多すぎるんだよ、詰め込みすぎなんだよこの部屋、正直やりすぎ。
だからね、本当はね、物ね、本当、なんつうの、俺ね、コレクターつうかね、収集癖があるから。私も掃除しようかな。掃除しよう、掃除しよう、みんなで。なんかの修理の紙。なんかの修理。修理報告書。あ、いいや、これ捨てていい。あの、スマホだわ。スマホの修理。さん、そういや、その部屋押し入れとか収納場所はないの？あるんだけど、一個その階段の裏にあるんだけど、入れなくなっちゃった。冷蔵庫置いてるから。今のんちゃんが立ってる前、冷蔵庫なんだけど、これがもう通路塞いじゃって入れないの。あるんだよ、収納場所だけど、もう開かずの間っていうか、もう3年ぐらい入ってない。あるよ。でもそこに手つけるともう大変なことになる。階段の裏見たことない。階段の裏、じゃあ見せるよ。ちょっと待って。俺が立ってるところがあるでしょ。あら、はい。で、ここじゃん。要は、こっちからこう見たら分かりやすいけど、ここをみんなが見てる配信スペースね。俺がいつも座ってるのがそこで、パソコンとかこれ汚いだろ。だから和道さんの部屋超綺麗っすよねとか言って、おしゃれっすよねとか言われてる。超汚いの。座る場所もないぐらいなのよ。で、この本棚の裏に乗り子スペースがあるの。まあベッドだよね。え？それはいるでしょ。で、そこがトイレね。のんちゃんの奥がお風呂とトイレで、ここが台所なんだけど、台所も足の踏み場ない。ひどいでしょ。で、台所のこの裏にここに収納があるんだけど、もう潰れてるの。この階段の下に、そこに穴が見えるでしょ。そこ収納なのね。でも塞がっちゃってんの、これ。ほら。だからこういう状況。サメ島捕まったよ。サメさん、さっき放送やってたよ。ヒロクーさんさん、サメ島捕まったよ。だからさっきサメ島さん、うるせえな、ブロックだ。サメ島捕まったよ。ヒロクーさんさん、サメ島捕まったよ。はい、ブロックです。っていう状況。弁当うざい。一回言えばわかるから。フォローありがとう。冷蔵庫の裏片したらもうちょいスペースできるかもね。もうちょいスペースできるけど、結局なんつんだろう。ノロキューマさん、うん、でもこのものの多さと収まり感が秘密基地っぽくて好き。あ、秘密基地。俺はそうそう、そういうテーマでいつも部屋作るから。なんかの契約書みたいな。なんかの契約書。あ、これいいや、もう大丈夫。おこしやすさん、断捨離はしないの？メルカリとかで。いや、アジトっぽい感じにしたいよ、部屋を。いや、物に囲まれて生きるのは好きなんだよね。断捨離、メルカリとかは使ったことねえな。物を売るっていうことほとんどやんない。断捨離とかしないね。とにかくいらないもん捨てれば座れるようにはなるから、とりあえず誰かが来ても、一人ぐらい来ても遊べるようにしたい。掃除機ある。アングコローさん、狭い空間に物が溢れてる。地震来たら潰されてしまう。いいんだよ、死ぬ時は死ぬから。でん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 。親友がくれたやつだから、それ取っといてほしい。小物いだ。これ缶、これなんだ。ヘアスプレーなんか持ってんな。もういらないか。スプレー缶は別、燃えないゴミの日だから。ともちゃんさん、おはようからございます。おはよう、おはよう。おー、風船ありがとうね、ともちゃん。夜勤終わった、お疲れ、お疲れ。俺、パトラッシュさんのモノマネ最近できるようになったんだよね。
パトラッシュさんのモノマネ、パトラッシュさんが好きになったから最近モノマネできるようになったんだけど、やってもいい？パトさん、パトさん風に掃除する？パトラッシュさん風に。見てみたい。見てみたい。いやよ、部屋がよ、汚ねえっつうのはよ、心の汚れなんだよな。だからよ、部屋っつうのはよ、常に綺麗にしてねえとよ、心がすさむっつうのかよなあ。あの圧力が好きよ。今日はあんま似てなかったね。なんであんな声張るんだろうね。目ギンギンだもんね。こんなだもんね。なあっつって、ほなちゃんはいいよなっつって。パトさんすげえ面白かったもんな。俺パトラッシュさんにメロメロだから。ああ、眼力がない。一重だからな。みーすけさん、さっきの朝食枠の笑顔似てた。あ、似てた。常に決まってる感じに見えるよね、目がでかいから。あれすごいよね、本当にしゃぶ中なんじゃねえかって何回か思ったもんね。あのギャグはネタにならないでしょ。出演させて大丈夫な人なのか不安になるよね。いやもう放送のまんま、まんまあの感じ、何にも変わらない。まんまあのまんまの人。すごいよね。いろんな人がいるんだよ世の中には。配信者はまあキャラ尖ってなんぼだからな。いいキャラだよ。またさ、パトさんの放送はさ、あの女の人が多いよね、女性が。スーパーさん、ライネリー、ヒヘフ、ミルママさん、おはようございます。あ、おはよう、ミルママ花火ありがとね。ミルママありがとう。我道枠で結構厳しいコメント書いてる人をパトさん枠で見たらめちゃ普通だった。いやそんなもんだよ、そんなもんだよ。人によってコメント書き換えるような人結構いるよ。うん、女の子の前でさ、なんかおっぱい見せてみたいな、俺が彼氏になろうかとか、キンモキンモいよね。ここでアンチコメント書いてるやつだから、そんなやつらばっかりだよ。もう笑っちゃうよ本当に。俺それキャプってキャプって集めてるから。俺のアンチが女の子の枠でおっぱい見せてとかね、俺が彼氏になってやるよとかね、そういうコメント集めてる。いいだろう。気持ち悪い。やだなオタクって。あんまうちのリスナーもたわくで恥ずかしいこと書くなよ。電源タップ新しいのに買いました。電源タップ、電源タップね、寿命がね5年ぐらいだって言ってたな。そろそろちょっと買い替えようと思って、細長い電源タップで、これ結構大事な必需品なんだよ配信者の部屋。ていうかさ、俺思うんだけどさ、コンセントの数増やした方が良くない？部屋の中に。なんか俺部屋の新しい家作るときに電源コンセントが少なすぎると思ってんだよね。まあ俺が職業柄そうなんだろうけど、それわかる。だからこんなのが必要だっていうのはコンセントが足りてねえってことなんだから。それ一個一個オンオフできるやつがいくない？いや俺はいらない、それは一個一個オンオフいらない。ミルママさん、わかる、増やしてほしいよ。増やしてほしいよね。少ないよね、ちょっと。もうさ、こんだけ家電が必要な社会なんだから、ちょっと考えてくれよっていうか。わかるでしょ、ちょっと考えたら。いやだから、結局物を作る、家を作るやつが頭悪くなってんだよ。
さ、俺ね、のんちゃん、理想系は冷蔵庫の上に炊飯器置いたらバッチリだと思わない？わかる？あ、もう休憩に入ってるね。いいよ、綺麗になってるよ。冷蔵庫の上に炊飯器を俺床に置くっていうのあんま好きじゃないのよ。で、ゴミ箱の上も物置かないでほしいのね。そう、増やしてほしいよね。レンジはほとんど使ってねえな。まあレンジはもう棚に入ってるからいいんだよ。2つあるんだよ俺の家にレンジが。なぜかレンジ、誰が1個いる？レンジ2つもいらねえんだよ。一番最初にバーやってた時もらっちゃってさ、そしたらちょうどレンジね、売りに行けば、売りに行く？レンジ2つもいらねえんだよな。あとね、冷蔵庫が、冷蔵庫じゃない、洗濯機が奥にあるんだけど、あれが邪魔なんだよ。洗濯機いらない、もう捨てたい。店主さん、それ電気工事士に増やしてもらえるよ、お金いるけど。あ、そうなんだ、増やせっつったら増やせるんだ。はいはいはい、ありがとう教えてくれて。あ、知らなかったな。電気工事士っていう人がいるんだ。まあ、新築で家建てるときとかじゃあ作れんのかな、そういう風に。本当は俺が知らないだけで。はあ、なるほどね。ともちゃんさん、上洗濯機はいるでしょ。みーすけさん、洗濯機壊れてんの？もう壊れてんの、壊れてんの。うちはコインランドリー、全部コイン、コインランドリーいらないんだよ。みーすけさん、じゃあ捨てましょう。 W 捨てたいんだけどお金かかるっしょ。なんでもかんでも金だかんな、参っちゃうよね。で、俺のこれ味噌はジーパンをこうやって飾りたかったんだよ。この本棚あるでしょ。チルチさん、増やせるけど賃貸なら許可。あ、許可いるんだ。まあまあタコ足だろうな。言わないで、そういうのは良くないよ。そういうのは良くない。人とのつながりをね、大事にしないと。そしたらもう次からね、付き合いしたくなくなっちゃうでしょ。かっこいいでしょ。ともちゃんさん、壊れてたら捨てるしかないですな。ほら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 、では無料で解決してくれる業者があるよ。かっこいいでしょ。3万ぐらい、かっこよくない？ジーパンこうやってぶら下げておくの。3万ぐらい、まあまあそんな高くねえな。いいじゃん、よくない？あんまり共感ないな。あー、無料で回収いいな、羨ましいな。今日はね、主婦勢が多いね、掃除枠だから。うん、男には男にしか分かんない世界があるんだよ。よくわからないけどいい、ではないでしょ。いいんだよ、ジーパンがこう無造作にこうかけられてる感じがいいだろ。いや、女の人の世界観と男の人の世界観違うもんね。共感得られねえよな。いや、男の人は結構俺の部屋いいっていうの、うん、羨ましい。なんかもう好きなもんばっかり集めて好きなことばっかりやってる感じが、狭い部屋にごちゃごちゃさせるっていうかさ、男の子の憧れなんだよこれは。ともちゃんさん、それは人それぞれのセンスがあるのでいいのでは。大なりイコール総小なりイコールふくろ。ジルチさん、壁が余ってるね。壁が上がってる？壁が余ってる？何、壁が余ってるって。あ、壁のスペースってこと？
いやすごいよ俺の部屋の有効活用。天井に突っ張り棒入れてベッドの上服だよ。すごくない？この収納えぐいだろ。こうベッドなんだけど、ベッドの上突っ張り棒で全部服だよ。ほらすごいでしょ。すごくない？もう都内の部屋って感じだよね。服ブワーって。まあまあいつもの黒い T シャツなんだけど、有効活用しまくってるよ後ろの突っ張り棒。だから服のタンスとかないの俺の部屋は。コインランドリーから帰ってきたのんちゃんがあそこに引っ掛けといてくれるの。ともちゃんさん圧迫感がすごい。すごいよ本当に。天井すらも有効活用だから。まあ人間が住む部屋じゃないよね。落ちてきたらビビる。落ちてきたら死ぬ時だよ。うん。のりこと俺は一緒に死ぬんだよ。歯白くなってきたな。ホワイトニング効いてるよね。すっごい白くない歯。ほら。2ヶ月目ぐらい。すごくない？俺黄ばんでたじゃん。すごい白くなってる歯が。今さリステリンのホワイトニングやってんだよ。歯白いね。やっぱ効果あるんだね。タバコもコーヒーもやるからおすすめだよこれ。リステリンホワイトニング。みーすけさんリステリンの CM 狙ってる。俺が狙ってんの大塚製薬のポカリスエット。よい子さんうちの職場もかなりごちゃごちゃわら。ああでもまあまあ綺麗な方っすよ。うん。亀仙人さんやる前と今のビフォーアフターないないね。ビルママさん多分まあタイムシフト見に行けばいいじゃん。3ヶ月ぐらい前の YouTube で見て俺の歯見ればいいんだよ。2ヶ月目ぐらいちょうどリステリンホワイトニング1本1000円ぐらいかな。ジンに似てるって言われたことある？いや俺会ったことあるけどそんな言われたことないし似てないねこっちには。俺広末涼子に似てるってよく言われるよ。ともちゃんさん私も掃除しないとやばい。や掃除せな吐きそう。みんな掃除しよう、うん、みんなで掃除しよう。あーだるいな。だいぶ。てか T シャツなんでみんな買ってくんないの？だったら20枚印刷でちょうどよかったじゃん。ちょっと、みんな T シャツ買ってよ。頼むよ。なんで買ってくんないの？ T シャツ買ったみんな。和道 T シャツ。なんで買ってくんないの？なんで黙んだよ。買ってくれよ。たまには物販買ってくれよ。頼むよみんな。結構デザインいいぜ。なんだか500円って。帰れ帰れ貧乏人が。ふざけんなよ。いくらかかってると思ってんの。大赤字だよ本当に。ダメだな30枚も履けねえな。ちょっとかっこ悪いな。おはよう。駒田さん次回も捨て頃出てくれないと価値が下がる。逆でしょ逆でしょ。もう捨て頃出ないよ。もういいでしょ2回一生懸命やったんだから。関係ないけどは同さんが急に LINE 出てきたんだけど。なんだろうね番号も知らないのに。俺の LINE 出てきた？開けたからね。登録すれば。別にリスナーさんいっぱい登録してるよ。なんだろうね分かんない。俺もだって電話番号自体持ってないもん。うん出ないよもう。潔く引くのも大事だよ。ずる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 さ何回も嫌だよもう。あんだけ一生懸命やって負けたってことは才能ねえんだって。そう思わねえ？
売りさばくとか。駒田さん、負けたし、負け逃げの在庫じゃ欲しくはないよ。負け逃げじゃないですよ、潔いでしょ。なんで負けたのに出ろっつうのかよくわかんねえよな。勝つやつ応援すればいいじゃん。駒田うぜえな。化粧品さん、 T シャツが売れない理由の 50% はサメちゃん。亀仙人さん、ポーラ化粧品 はっきり言うよ。他の配信者800円とかのやつを3000円で売ってんだよ。800円とかだよ。多分800円以下で作ってる。600円とかだよ。バックプリントあり、表面のプリントあり、 T シャツ最高級素材だよ。安いよ、安い。どう考えても本当に物いいから。あ、買った人は分かる、着たことある人だったら分かるけど、よれないから俺の T シャツは。ああいうことやんのやめてほしいよな。本人はいいよな、オカリナさんから金引っ張ってるニートなんだからさ。あんな、なんつうの、オカリナさんがいるから強気に出てるわけじゃん。俺アイテムいらねえとかさ、あのタダで配るとかさ、こっちは食ってくのに必死なんだからよ。ちげえか、オカリナさんいなかったら死ぬだろあんなの。みんな生きてくために商売必死なんだから、限界いくらってねえだろ。牛丼屋に入って牛丼屋の原価聞くやついるか。商売やったことねえからわかんねえんだよ。勝たないところじゃなくて勝てなかったんだと。商品さん、また素直に答える。和道も可愛い。あ、そんな聞かれたら答えるけど、ただ原価っつったっていろんなもんがかかってんだよ。ただ商品の原価だけじゃなくて労力も時間も割いてんだから。よい子さん、原価聞くのは県外論外だ。いや、商売もう絶対組まないレベルっすよ。のんちゃんは休憩終わったのかな。のんちゃん働いてるね。のんちゃんいい子だからね。えのんちゃん、ポケモントレーナーラクレットさん、初見ですが、ドさんにとって配信とは何ですか。亀仙人さん、そんな安くでシャツ作れるの。自分のお店のシャツ作りたいのは。ポケモントレーナーラクレットさん、今年もあと半年です。ねえ、早いよね。うん、半年だね。自分のお店の T シャツ、俺はニッパチで作ったよ。俺はニッパチ。横用歯ブラシいる？いらん、捨てていいよ。ワゴンイケア。何ワゴンイケアって。ポケモントレーナーラクレットさん、応援してます。喘息の薬捨てていいよ。はいはい、応援ありがとう。 T シャツいいんじゃないの、店の物販で。あ、在庫持つビジネスあんま
おすすめしないけど、少数ロットで作ればいいんじゃないの。まあ15枚ぐらいで作るのが一番いいと思う。はけないはけない。在庫も持つビジネス俺やりたくないやん、あんまり。回収するのに時間かかるから。おすすめはしません。在庫ビジネスはやめた方がいい。時代に合ってねえよな。今こんだけさ、何でもウェブとかで何でもできる時代だから、原価かけてリスク背負う必要はないよね。だから高級路線にシフトしていくと思うよ。超低価格帯か超あの高価格帯の二極化が進んでいくっていうのが俺の読み。あんまりね、俺物の悪いものをね、あの安く薄利多売みたいなの好きじゃねえんだよ。自分配信者さんの思い出を作りたいです。そうだよね、そうだよね。うん。付き合いの中でね、残るからね、コメント欄とかにね、そのあと、あこの人と絡んでこの人と一緒にやってきたっていうのが残るから、配信の楽しさはそこだよね。あ俺いくつの時ワードこんなことやってたよとか、そういうのあるよね。要は誰と一緒にこう生きていくか、友達を選べる時代が来たんでしょ。こいつの友達になろうってリスナーさんは選べるんだ。こいつと一緒に生きていこう。配信者を押すっていうのは俺はそういうことだと思ってるから、一緒に生きていくパートナー選びでしょ。ポケモントレーナーラクレットさん、いろんな米の人今下でふわっち2014から始まったでしたって。2年前じゃなかったっけ。ふわっちは2014年にはなかったと思うよ。2016年だと思うよ。今2周年でしょ。トレーナーラクレットさん失礼しました。2016年からだよね。ふわっちはだから新参者も新参者だよ。歴史がすごいです。いや俺らはニコ生とかさ、いろいろ他のサイトでやってたから、今ねニコ生あんな感じになっちゃったけど、結局どうだったのバージョンアップって。ニコ生の話題にもなってないけど、よかったの？ニコ生の話聞かないよね。まあ外れだろうな、どうせな。答え出るよ。どうせなんかデザインが変わったくらいでしょ。投げ銭がどうとか言ってたけど。ポケモントレーナーはフレットさん、まあまあでしたニコ生。ブルマ手に入れた。ブルマ、ブルマ飾ろうぜ。ブルマ可愛いからね。初期のブルマは一番可愛い。ああ結構小さいんだな、うん、また余計なもん買ってきて。ブルマ可愛いでしょ。ポケモントレーナーラクレットさん、いってらっしゃい。ご飯作りしてきます。
なんだろう。ポケモントレーナーアクレットさん、ありがとうございました。はいはい。いってら。もう結構かわいいじゃん、ブルマ。ブルマかわいくない？はい、飾ろうと。ワンピースへそに送るから、へそに。ネゴスケさん、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。部屋片付けるわ今。
暑いな。冷房強くできる？うん。これ何？これ捨てる？うん。暑いね。部屋がある程度片付いたら何やろうかな。今後どうしていくかだよね。とりあえずね、捨て頃の、YouTube を編集しようと思ってんだよね。フラッグやらないの、ここに。え？フラッグやる？これ大きいかな。いや、これぴったりになるように作ってるよ。悪魔の侍さん、ワド君、はじめまして、こんにちは、少しお邪魔しますね。ワド。はいはい、どうもどうも。はい。あ、無理じゃね。あれがあるから。ペコしたか。ネボスゲ、サンティースヤトの話聞いて、今ググしてるんだけど、ワレミティ T シャツいっぱい出てきます。どこで買えばいいですか？和道 T シャツググったけど、ああ、俺、あ、俺に LINE くれればいいんだよ、ねぼすけさん。俺に、LINE ちょうだい。T シャツ買うって。サイズは？在庫11枚あるから売ってるよ、今。買って買って。ありがとう、ありがとう。ここにあるよ、今。シワがいいんだよ。在庫管理がなってないから、シワがいっぱいついてるから。これヴィンテージだから、わざと出してるやつだから。新品だけど、ホコリとか、鳥の餌とか。これ、サイズどれくらい？シワがいいって言われてるから。これわざと作ってんの。あ、ヴィンテージ感ね。これシワわざとだから。在庫管理、ずさんなの。ここに置きっぱなしだから。臭いよ。間違いなく新品だから、サービスでコロコロしてあげるから。サービスで。サイズ何？サイズ在庫あるか確認するから。今サイズ何がいいの？ネボスケさん、サイズは S か L でお願いします。 M 売り切れだから、ね、L と臭いよ。 L と L がいっぱいある。L がいっぱいあって、S が1個ある。S 最後。S 最後だね。S 小さいよ。S 見てみる。今のが L で、S 小さいぞ。ジルチさん、臭いのいくら？臭い、全部臭い。全部臭いから、S はこんくらい。S、これがラスト。こんなもんだよ。小さいよ。女の人、小柄な女の人でちょうどいいぐらいじゃん。 S、 これさ、ラスト。何にする？ W さん、お茶吹きそうになった。 W、 全部臭いよ。アモモサイガンさん、 L お願いします。え、 L？ アモちゃん、 L 買ってくれんの？ LINE に連絡ちょうだい。 LINE に。ナコーさん、初見です。初見さん、いらっしゃい。みんな買ってね、これ。和道 T シャツ、和道 T シャツよろしくね。裏こんな感じのデザイン。L でゆったりいいんじゃないかな。寝巻きにね。身長158だから L でゆったり。全部臭いよ。初見さん、いらっしゃい。さん、欲しいな。あ、買って買って。さん、値段は？値段5000円で、送料500円で、2XL と 3XL は500円増し。 T シャツの原価上がってるから、うん、ステッカーとかプロマイドもあるよ。ステッカーはまあみんな知ってると思うけど、写真もあるよ、プロマイド。悪魔の侍さん、宿気に好きな音楽は何？パンク。プロマイドも欲しかったら言ってよ。これジルチさん、プロマイド W。 いや、プロマイドあるでしょ、いろんな種類あるから。これプロマイド1枚500円。これあんま売れてないね。
www これあんま売れてない。悪魔の侍さんありがとう、アンズコローさん、わら、プロマイド売れてんだよ結構。レボスケさん、この前の写真さんに撮ってもらったやつで、プロマイドは1枚500円、ナコーさん、セット、これ売れてるね、これ売れてる、プロマイドは1枚500円、だからセットで買ってもいいし、別にプロマイドだけ買ってもいいし、 T シャツだけ買ってもいいし、それ貼ったら魔除け、魔除けじゃない、あのオナペットいっぱいあるから、みんな、うん、好きなの、好きなの買って。モンちゃんの絵のグズは他にありますか。モンちゃんの絵の初めてのグッズは、このなんだ、 T シャツ、よりマイドじゃない、プロマイド、うん、あとツイッターでさ、この T シャツのことよりメッティっていうのやめて、ライチとイカズチチとさん、この T シャツのことよりメッティって書かないで、あのエゴサーチしてるから。なんかね、みんなよりメッティが届いたって書くんだよ、これよりメッティって呼んでんの、これのこと、うん、T シャツですからよりメッティではないから。まあグッズいっぱいあるから、まだて思ったよりデブがいなかったんだよね、 XXL とか 3XL とかいらなかったもん、全然売れねえよ、みんな普通のサイズ欲しがるんだよね、大きめに作ってとか言って、 L 買う L 買うとか言って、 L 在庫だらけだよ、やっぱ S と M だったよ。和道リスナーね、みんなね、私太ってるからとか言って、買う時になったら普通のサイズ買うんだよ、 T シャツのサイズぐらいわかるだろう自分で。みんな、人さん画面で見るより痩せてそう、まあそうでもないよ、普通だよこんなもん。それ着て街歩いたらモテますか。モテるよ結構、いや普通にかっこいいよ、バンド T シャツみたいなノリだよ、普通にかっこいいよ、あのなんかライブ T シャツみたいな、うん、だからまあまあまあそういうのはバンギャとかっぽい感じにはなっちゃうけど、どっかのライブの帰りみたいな、イベント T シャツって感じ、本当に。うん、おお、やった、1枚連絡来た、ありがとうございます、あざーす。じゃよしびこさん、ダンカンにも売ろう。ダンカンさんに売らないよ。ああ来た来た、ありがとう、問い合わせありがとう。ああ問い合わせありがとうね。2枚売れっかな。この人はこのサイズと。よしびこさん、ダンカン着てたら面白いのにわら。この人は L か、この人が L、 おーよりメッティ、ま、どんどん来るじゃん、よりメッティみんな買ってくれんの、ありがとうありがとう、よりメッティ売れて、あ3枚ありがとうありがとうありがとう、L かな、 L か、はい、OK、 みんなバンバン買ってね、嬉しいな、お3着も売れたよ、ありがとう、ありがとうございます。
ょっと今メールするわ。ほら化粧品さん、在庫余りのよりメレチー絶賛発売中です。在庫余りじゃねえ、やめろけ。発売開始したばっかりだ。言い方気をつけろ。ありがとうございます、皆さん。ありがとう。ありがとう、ありがとう。みんな買ってね。みんなありがとう。守護神さん、よりメレチーモナリザサイズありますか？モナリ、え、何？何？何だよモナリザサイズって。ないよ。うん、よりメレティが3枚売れて、あと11枚あるから8枚、残り8枚。みんな買って。デブいないの？デブ。デブ3人デブ 2XL とデブ募集、デブ募集中、企画外のデブ、我こそはっていうデブいない？いないか。デブ求む。よかった。なんとかなりそうだわ。よりメッティ。てか暑いな、この部屋。完全に寝てるじゃん。これゴミ？缶。缶か。暑い暑い。T シャツ残り8枚って書いとこか。 T シャツ残り8枚と。我道窓アット段間塾スタッフさん、 T シャツ残り8枚。2時間しか寝てない。寝な寝な。好きな配信者なんかいないよ。好きな配信者なんかいないいない。配信、もともと配信リスナーで配信始めたんじゃないんだもん。理由が違うもん。俺だからあのリスナーやる前に配信者から始めた人だから。で研究のために見始めた。他の人。ね、暇じゃないよ。あ、ごめん。傷ついた。ごめんね。悪魔の侍さん、了解だよ。もう本当に配信全然見なかった。だから別に好きな配信者とかいないよ。本当に。誰もフォローしてない。誰もフォローすることないだろうし。フォローされるために頑張ってるからね。多分今後好きな配信者も現れないと思う。好きな配信者はどうかな自分大好きだから。ていうかさ、別に配信者なんか芸能人でも何でもねえんだからさ、
ただの一般人じゃん。天井から固定してるよ、見る。そうそう、突っ張り棒、あそこに突っ張り棒あるでしょ。2発かましてるから倒れない、倒れない。そう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 、俺はなんか配信の文化自体あんま好きじゃないのよ。配信は好きだけど、配信者は別に好きとかないよ。まあ、ただ素人が電話と一緒で勝手に配信やってるだけなんだから、こんなの。師匠、あ、まあ、あえて言うならうなちゃんマンかな。あ、この人すごいなって唯一思ったのはうなぐらいで、まあ、今はもうオワコンだと思ってるから、もう、ダメだと思ってるけど、うん、昔のうなは面白かったな、やっぱ。うん、全部うなから盗んだっていうか。もっこりさん、オワコン。オワコンでしょ、あんなの。面白くねえじゃん。もう1年以上見てねえよ。天使さん、 YouTube も素人？ YouTube は編集が入ってるからな、クリエイティブだと思うよ。まあまあ、よっぽど仕事らしいとは思ってる、配信者よりも。結構大変なんだよ YouTube 今。ほら、弾丸塾のスタッフで昨日も5本動画上げるのに8時間かかったからね。しかもあれだよ、映像のプロが作ってたよ。もっこりさん、うなはオワコンか。オワコンでしょ、あんなの。少なくとも配信者じゃないよ、もう。だって見てて面白いか、うな。もう普通に面白くないと思うけどね。どうなんだろう、みんな面白いの？見てないから分かんない。少なくとも話題に上がってないよね。話題性はない。話題性がないよね、うん、ほら化粧品さん、うなはアンチコメに神経質になりすぎてるわら。てか、アンチコメントに耐えられなくなってるよね、どこの配信者も。ていうか、もう時代変わって、なんか俺一番嫌いなのが、配信者が花火師に尻尾振ってるのが許せなくない？なんか昔はそうじゃなかったじゃん。今さ、花火もらうためだけに配信やってて、クソかっこ悪いんだけど。なんか、えって、金欲しいんだったら働けよって思うよね。なんか俺、好きなことをやって金稼ぐのがかっこいいとは思うけど、なんか媚び売るのはクソだせえと思ってんの。それわからない、なんかやじゃない。なんか金くれる人に媚びてる配信者とか見たくないんだけど、すげえやだ。そんなところ見たくなかったもん。もっこりさん、ふわっちの嫌な部分。ねえ、嫌な部分だよね。もっと堂々とやってさ、なんだろう、そういう感じがかっこよかったのに、今さ、なんか花火もらうためになんか尻尾振ってるホストとかキャバ嬢とかさ、なんか俺さ、リスナーさんに LINE を送ってさ、なんか今月イベント頑張るんでとかも、金欲しいって言ってるようにしか聞こえねえの。なんか俺そういうの嫌いなんだよね。なんかかっこ悪い。なんかそういうの嫌じゃない？俺は普通になんかダセえなと思っちゃうけど。ほら化粧品さん、裏営業かけてる子結構いるね。いるよね。てか、みんなさ、なんか売春婦みたいになってるから嫌なんだよね。うん、すげえ嫌だ。堂々とやれよっていう。裏営業なんかもう当たり前になってきてるもん。で、俺特に一番嫌いなセリフが、あの、私の配信者撮ったとかいうセリフあるじゃん。配信者が撮ったも何もなくて、面白いところを見るだけだから、リスナーさんは。
お品とか囲いとかもいらねえんだよ。そうだよ、イベント1位取るっていうのはあれだよ、だってみんなのこと金に見られてんだよ。ダサくない？それに金払うバカもバカだよ、ほんと。そうそうそう、私のリスナー、俺のリスナー、そんなんないから。リスナーさんは面白いもん見に行くだけだもん。そうそう、あくまでチップだから。俺にとっては表現やって、こう見せて喋って、あ面白かったよお兄ちゃんとかさ、あワード、おい小遣いやるよ、この関係が一番良くない？そう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 、そう、それ嫌でしょ。そうじゃなくて、明らかに普通に対等に話して、まあまあちょっとお小遣いやるわっつってさ、そのギターケースの中に小銭投げるぐらいの感覚でいいんだよ。だからなんか俺はね、なんかこう露骨に花火ありがとう花火ありがとうって繰り返すの嫌なんだよ。まあお礼は大事だけど、でも花火ありがとうって言う以外に何もやってない配信者多すぎるよ。ちょっとそこはダメ。まあまあ今はねブームだから、あのそういうのが面白くて投げてんだろうけど、そんなん淘汰されるよ。俺花火趣味も噛みつくよね。もう全然それでいい、あのもうお前とは付き合わねえっていう花火さんみんないるよ、何人もいるよね。え何回も見てきたでしょ。俺花火師だろうが何だろうがムカつくことはムカつくって言うもん。お前の生き方気に入らねえなとか、俺ひどい時なんかありがとうって言わないよ、うん、ありがたくねえと思ったらありがとうって言わないもん。他人の財布に手に入れるなって言い出したのはまあとあるプップクプーさんだけど、クソだせえなと思って。あーシャボン玉やってる、いいね、子供がシャボン玉やってるよ。人の財布っていうかリスナーさんを財布扱いはねえよな、うん、まあ人間じゃないよ、人間じゃ。それは言っちゃダメだよ、生かしてもらってんだから。俺は自由にやるよ、うん、例えばもう食えなくなることなんか怖くねえから貧乏経験してるから強いよ俺は俺はもう普通に貧乏でもリスナーさんとやってくって決めてるから、うん、腹くくってるから。失うもんねえやつは怖いぞ。別に稼がなくたって愚痴んないもん、まったく。先月なんかひどかったよ俺、うん、でもねなんだかんだね、本当に食えなくなったらカップラーメンでも何でも送ってくれっから、リスナーさんは分かってんだよもう昔からだから。なんだかんだね食わせてくれるよ、カップラーメンでも何でもパスタでも送ってくれんだよ、米とか。それで生活してりゃいいんだよ。3年前2年前なんかそんな感じだったんだから、みんな、うん、ここ最近の配信者だよ、金金金金言ってんの。だから面白いことできない、うん、経費がとかギャラがとか予算がとかばっかり言ってるでしょ。そうそう、路上ライブの投げ銭と一緒。俺にとってはね、まあ人のやり方あるからいいんじゃないの。金は人を変えるね。財布どころかアイテム製造装置と言われて配信者にバリ増言吐いたな。アイテム製造装置って言われたの。まあまあでもやっぱもらえるね、応援してもらえる分にはありがたくいただくけどね。俺もそれで食ってる身だから、うん、みんなよろしくね、うん、お給料入ったりとか宝くじ当たったりギャンブル当たったらちょっとよろしくよ。とはいえアイテムもらわないと生きてないから。便所さん変わったかな、そうかな、あんまり変わった気はしないけど、まあでもトゥクトゥクはうまくやったよなトゥクトゥクはね、みんなのトゥクトゥクっつって170万集めたんだから大したもんだよな。のんちゃんも嬉しそうにトゥクトゥク触ってたもん。のんちゃんのトゥクトゥクだっつって、このネジ一本はのりこのだっつって。まあ商売うまいよ、うん、商売うまい。俺は別にクラウドファンディング部的な感じでやってる分だったらいいと思うよ。企画がちゃんとあって有言実行してるわけだから、それをなんか私腹肥やしてるんだったらあれかもしんないけどね。まあ企業案件とは遠くなるよな、小好きに慣れちゃうと。俺はそういうなんかこう
なんかボットリさん、ドレさんは変わらないな。変わらないどころがねえじゃん。一番変わったのはドレさんでしょ。ありがとうございます。花火ありがとう、うん、しました。ありがとうございます。匿名さん、匿名係ドレさん変わったでしょ。花火師さん、花火をプレゼントしました。ドレさんが一番言ってるよ。匿名さん、花火ありがとう、ありがとうございます。ボットリさん変わった。まあでもドレさんは後輩とかに飯食わせたりとか、あの交通費とか渡してるからね。多分安城さんとかにもギャラ払ってると思うよ。あの人はそういうとこしっかりしてるから。俺もだから飯をおごっても、まあまあ自分も出したことあるけど、あの全然ごちそうになったこと何回もあるしね。変わったっつうか、まああの人権威主義じゃん。熊の侍さん、和戸くんは外配信するの。俺とは考え方全然違う人だよ。ティッシュは。まあいいんじゃない、自分の信じる道行きゃ。俺外配信やるよ。この前もリスナーさんに Wi-Fi 代3ヶ月分花火もらったから、ありがてえよな。はい、おはよう、ありがとね。やっぱりさ、芸事で飯食ってるのかね、媚び売って飯食ってるのかの違いだよ。俺は芸事で飯食いたいと思ってるから。俺の武器は喋りだよ。おい、やるやる。でもまあメインは家雑だけどね。メインは家雑。俺喋りで飯食いたいからこの世界入ったんだよ。だいぶ綺麗にはなったけど、なんか綺麗になった感が全然ねえな。なんだろう。なんでなんだ。綺麗になってるはずなんだけどな。おかしいな。なんで綺麗になってる感じがしないんだろう。物が多い。ていうかさ、これ鮫島さんのために買って、去年買ってきたのに鮫島さんにいらないって言われちゃったんだよ。鮫島さんいらないのかな、これもらってほしいんだけど。鮫島さんのために買ってきたんだけどさ、いらねえよって言われちゃったんだよね。これ鮫島さんかっこよくない、部屋に飾ってたらいいよね。これ結構高かったんだけどな。悪くないでしょ、鮫島さんにお土産ねえ。侍さん、マスク。今度売りつけにじゃねえや。おこしやすさん、視聴者プレゼントにすれば。疲れた。
当社プレゼントにすると不公平感出るから嫌だな。あー、熱い。あの重さ、イワンさん、サメのお口、すごく欲しい。すごく欲しいんだ。女性が欲しがるっていうの意外なんだけど。うん。熱い。熱い今日。暑いなぁ。あの重さ、イワンさん、売ってよ。売って、あとでメールするわ。あと、うん、でメールする。でっかいやつ、暑いなぁ。俺も一個部屋に飾ってるよ。あの魔除けなんだよね、サメの歯って。あのああいう風にね飾ってる。あんな感じで魔除けかなんかなんだよね。いいでしょサメの歯、うん、悪くないんだよ。あれよりも二回りぐらいでかいやつだけど、鮫島さんに買ってきたやつは。でっかいやつ。悪魔の侍さん、サバゲーはやってないの？サバゲー今やってないね。鮫島さんと始めたんだけど、鮫島さんのチーム抜けたから、俺がチーム上手。面白かったよチーム上手。もう重さ、イワンさん、昔から欲しかったから。あ、そうなんだ。 OKOK、まあ、あとでメールで、メールで、うん、暑い。いや、今後どうすっかだよな。なんかね、今日ね、充電器が届くんだよね。最近携帯配信ばっかりやってるから、携帯配信用のバッテリー買わないとと思って。もう届くのかな。見てみようか。アマゾン便利だよな。追跡状況とか全部わかるんだもんね。まだ来てないのかな。今輸送中になってるね。アマゾン便利だな、こんなのさ、すごいよね。発送って書いてあるな。小田原？まだか、小田原出たって書いてあるから、まだだな。今日バッテリーが届く。暑い。いや、便所さんさ、すげえ優しいんだけどさ、いや、便所さんこういうとこ好きなんだけど、あの捨て頃1と2の動画あるじゃん、あれ自分の試合だけ編集してあげていいですかっつったら OK 出たよ。すげえ優しくない？あ、いいよいいよ全然って。だから自分用の動画に編集してやろうかなとか思ってんだよね。優しいよね
そのなんか俺のってやらないから、もういや自分の試合の分だったらいいよっつって、ねえ、あとで編集作業やって捨て頃1と2ちょっと上げるわ YouTube の方に。悪魔の侍さん、優しいね、弁護さんね、すごく優しいよ。あれ俺メガネあったあった、今日メガネかけてなかったんだ、通りで見えづらいなと思ったけど、なんかあと自分の企画やりてえな、ちょっとな、自分の企画なんか面白いのないかな。だからみんなどんな番組見たいとかある？自分の企画。トークバラエティやりたいんだよね、トークバラエティ。一番いいのは漫画とかを語る番組やりたいなとか思ってんだよね、トークバラエティで。マルサンさん、和道くんは外人みたいだよね。そう。ネボスケさん、純日本人だと思うんだけど、今考えてるのトークバラエティで、あの自分の好きな漫画をプレゼンする番組みたいなのやりたいなとか思ってんだよね。3作品ぐらいを語り合うみたいな。で、俺が司会やって、ゲスト何人ぐらいだろうな。
まあ、ゲスト33で6人ぐらい集めて漫画好きの配信者を、でここの漫画がこの部分が熱いとか、うん、あれワンワンとやったやつ、なんかそれはいい番組だなとか思うんだよね。イタリアのちょい悪親父みたい。イタリア、セリバエさん、ワドツ、はい、ワドツ、イタリア鼻が高いからね。みほこさん、こんにちは、久しぶりに来れました。あ、久しぶりだね、元気だった？楽しんでってね。なんかトークバラエティー、やっぱ雑談なむぬしのトーク系の番組、まったり楽しめるやつやりたいなとか思ってんだよね。漫画好き、便所太郎さんこの前出てくれるって言ったんだよね。なんかないかな。関林さん、あのネット先輩あれからどうしてる？ネット先輩って誰？ネット先輩って何？ネット先輩がよくわかんないな。誰それ？美穂子さん、体調を崩してしまっています。お部屋の整理終わったんですか？まあまあ少し綺麗になったかなぐらいで、完全には綺麗にできなかったね今日。関林さん、失礼ゆいが。あ、ゆいが？知らん。ほっときゃいいんだよあんな。もうネタがないんだから。人のことディスってないと何もできないんだ。あの人はオワコンだから。オワコン。おこしやすさん、 BS 漫画やわみたいな。そうそうそう、 BS 漫画やわみたいな、そうそうの朝生っぽいっていうか、ちょっと討論というか、こっちの方が面白いよみたいな。だからジャンル恋愛漫画ってなったら、俺は合図とかを出すんだけど、例えばその東京大学物語とかを出してくる人とかがいたら、討論が始まるみたいな、そういう番組やりたいの。そういうこと、そういうことの討論系っていうか、こっちの方が熱いでしょうってバトル感じの漫画に、あの感じにしたいんだよね俺としては。さん、整理を始めるとキリがないから、ゆっくり少しずつですね。そうだね、積み重ねだね、綺麗に綺麗に。そういうの熱いじゃん。熱くない？なんかこう面白いよね。だからオタク向けのコンテンツ最近なくて、リア充向けのコンテンツばっかりだから、なんかオタク向けのコンテンツが見たいんだよね。そしたらさ、知らなかった漫画とかさ、漫画大国なんだから日本なんかさ、あ、この漫画読んでみようってなったらさ、作家さんにもさ還元できるわけじゃん。漫画の売り上げにも貢献できるし、ちょっとそれやりたいんだよね。なんかなんだろう、好きな漫画の人たちを集めちゃうと慣れ合いになるじゃん。あれみたいなんだよね、アメトークみたいになるのは嫌だから、ジャンルで分けてこう自分の好きな漫画を押していった方が面白いって思ってんだよね。そうそう、俺が話してるエヴァとかさ、ジブリの話とかあんじゃん、ああいうのをみんなにやってもらうっていう。
そういう企画。そう、エヴァンゲリオンとかもね、話尽きないからね、本当に。だから日本の漫画って文化だから、もうだからもう読み方とか小回りとかいろんな楽しみ方がある。あ、この人は小説になっても面白いですよとか、もうだから絵が下手でも通用するとかさ、逆にこの人は絵が面白いからストーリーがチープでも面白いとか。はいはい、いらっしゃい、こんにちは。この前配信やってたね。うん、初めて顔見たよ、ありがとうね。お疲れお疲れ、コロミ。配信者の人じゃないとまあ意味ないでしょ。見てる人からするとねえ、リスナーさん、別にリスナーさんでもいいけど何にもならないじゃん。その人の話聞きたい、もっと聞きたいっつっても字幕やってなかったら見れないわけだから、だからまあそしたら面白くないじゃん。まあ普通に配信者だよね。はい、初見さんいらっしゃい。基本的にはやっぱそのなんだろう、番組の進行とか分かってるんだったら配信者使った方が俺はいいと思ってるけど、せっかく面白さ、この人面白いな、追いかけたいなと思ってもね、追いかけられなかったら意味ないからね。これアイテム投げたじゃん最後、アイテム投げたけど、キツネ枠だとね誰が誰だか分かんないからね。アイテムっつってもメガホンだけど、メガホン10個となんかカレー投げたよ、余ってたやつ、最後の方かな、後半ぐらい、あれ俺だよ。覚えてる？いや恥ずかしいも何もないでしょ、人に見られてなんぼだから配信は。暑い。暑いね、今日ね。ムシムシするよね、暑い今日は。まったりしてていいけどね。無視されたも何もねえよ、別に。なんかヤンキーみたいな、へっ、なんだヤンキーみたいな見た目になったなっつったって、あ、そうなんだと思って、拾いたいコメントしか拾わないよ。無視されたって言われてもね、別に全部のコメント読むのが
配信者の務めだと俺思ってねえもん。よくわかんねえわ。普通にだってみんなだって俺がさ問いかけた時に全員が全員100人が100人コメント書くわけじゃないじゃん。はいはいどうも。そういうもんでしょ。なんかよくさブロックされたブロックされたっていうさリスナーいるけど、俺ニコ生出身だから思うんだけど、ブロックされるリスナーって下手なリスナーなんだよ。あの下手なのコメントが。だから人間関係気づいてからアンチコメント打つとかだったらわかるじゃん。今日あの PC じゃないのよ。だからあのコメント打つの下手な人が増えたよ。うん、拾われるようなコメント打てばいいんだよ。無視されたっていうことはつまんねえってことなんだから。配信者も面白いことやんないといけないけど、リスナーも別に全部のコメント拾わないといけないとは俺思ってないよ。配信ってそういうもんでしょ。自由でいいじゃん。みんながみんな書きたいこと書いて。拾いたいもん拾えばいいんだよ。閲覧はね、後半は立ち見 A が普通だったから、まあ500人以上、1000人未満。立ち見 A で調子いい時は立ち見 C まで行ってたかな。うん、だからまあドレさんより上ぐらいじゃん、ふわっちで言うところの。それがまあ安定だったね、ニコ生の後半は。でその前が半年ぐらい前、3ヶ月ぐらい前か、その前ぐらいはね立ち見が出ないぐらいだった、500人未満だから。まあまあふわっちで言うところのドレさん以上ぐらいじゃん。金梅さん未満ぐらい。金梅さんが立ち見 E とか出てたから2500、3000ぐらいだったから。まあ今と変わんないか。金梅さんは。まあまあ閲覧はぐっと減ったよね。閲覧はぐっと減った。ニコ生投げ銭できてないよ。投げ銭っていうものを始めたのはふわっちと FC2 が先か。FC2 が最初だね。まあ、ふわっちが一番定着したって感じだ、一般的には。FC2 はまあ、人数が少なかったから、サイトイメージが悪かったからね。まあ、全部ニコ生からだよ。あ、ニコ生じゃない。全部ふわっちからだよ、投げ銭は。初見さんいらっしゃい。ひげどうしようかな、伸ばそうかな。ひげどうしよう、短くしようかな。もうだいぶ伸びたんだよね。ひげがここまで伸びると風が吹くとね、ここで分かるようになるの。ヒゲで持ってかれんの、顔が。どうする？ヒゲ。ありがとう！コロミ花火ありがとう！どうしようかな。ヒゲ伸ばそうか、剃ろうか。どう思う？みんな。ヒゲ。ヒゲ剃る。ヒゲ。おお MC 久しぶり、風船ありがとう。久しぶり。全剃りはない、俺ヒゲないと変だから。ヒゲないと変。いや、ここ持ってかれるよ、風がふわーって吹くとこうなるし、横から吹くとこうなってくもんね。ほんとほんと、ヒゲで風が分かるようになる。持ってかれるよ。ギネス記録はいいや。
どうしようかな。ヒゲ、ヒゲ剃る配信やろうかな。ヒゲ剃り配信やろう。俺がヒゲ剃ってるところ見たいでしょ。いつも通りヒゲ剃りますか。ヒゲを剃る配信ありがとう。 MC MC 花火ありがとう。サンキュー。 MC から花火いただきました。ステゴロお疲れ。あー負けちゃったよ。弱かったな俺な。悪いな。ありがとうな MC。 サンキュー。悪い悪い。忙しかったわ最近。ヒゲソロこれ便利だよな。スマホはこういうことができるから便利だよな。じゃあヒゲソロ感動した。ねえ運動神経ねえかんな。まあ一生懸命やったよ。頑張ったよ。でもまあ向こうの方が強かったな。ガタイ良くなったよね。ガタイ良くなったよね。言われるもん街中歩いてても、こんな筋肉質なんだって。やっぱ運動するとガタイは良くなる。当たり前か。ガテンやることをやるやつ。体重は増えたよ。7キロ増えた。やることやるやつの生き方。ガテンガテン一人前がかっこいい。ヒゲどうしようかな。バリカン入れる？どうしよう。長すぎるっちゃ長すぎるよね。質問どうぞ。どうしようかな。バリカン長さ短くすっか。このままだと朝原翔子みたいになるぞ。今長くてこんな感じだけど、顎、ちょっと不潔っぽいね。いやあるよ。あるある。だから俺モテるもん。顎だけ伸ばす？ここはこういうところは、もみあげとかこういうところ。ここ短くする？この辺。顎、ここは伸ばすとしても、この辺が長いんだよね。俺モテるからのりこ嫉妬中だよ、ずっと。短くすっか。じゃあモテるよ俺は。
それはモテるでしょう。世界の和道だからね。人気商売だから。モテなくなったら終わりだよこの世界。モテないやつは食っていけないから。もうみんなの和道だよ。世界の和道だから。みんな俺のこと大好き。こんな感じでいい？こんな感じでいい？これでまたカミソリ入れる感じで。いかついいかついかな。俺は幸せだよ。本当に幸せだよ。だってさ、俺最近思うんだけどさ、子供の頃テレビで見てたダンカンさんとかさ、ねえ、あ、このエピソード実は北郷さんがやってたんだとかさ、あとカズさんとかチャンプだよ。目の前にして飯食ってんだよ一緒に。わけわかんねえよ人生ほんと変わったよ。オフパコ何回もあるよ。あるに決まってんじゃん。何回もあるよ。な、当たり前じゃん。ツッコミは入れねえよ。あるに決まってんじゃん。男なんだから。ないって言ったら嘘だろ。オフパコしたことない配信者って人気のないやつだよ。顎も短くする？取り込みじゃねえよ。何人ぐらいだろうね。覚えてねえな俺。セックスした女カウントする趣味ねえもん。何人ぐらいだろうね。まあ何人か。覚えてねえよ一回一回抱いた女なんか。もう少し？あ、ちょっと待って、一回剃るから最後に整えよう。ねえ、タレントっぽくなってきちゃってね。なんか変だよね。なんか自分の人生じゃないみたいだよ本当に。目の前でダンカンさんが芸人論語ってんだよ。男子師匠が言ってたよとかさ、どういうこと？とか思って。だテレビで聞けないエピソードとかさ、芸能人のギャラの話とかバンバン出てくるのよ。俺あんま興味ないね。うん、セックスはコミュニケーションの一個だと思ってるから。あんま女性を性の対象として見てなくて、なんかこう愛情表現の一個ぐらいにしか考えてないね。だからなんかセックスそんながメインではないかな。そんなのは20代で卒業だよ。おー、ありがとう。あごひげね、赤くしたいって言ったんだけど、のりこがやだって。俺もあご赤くしたかったんだよね。でもね、最近ね、なんかこういう仕事が増えてきたから、なんか芸能界の人とかとも
なんか黒髪に戻して短髪にして清潔感出してジャケット着ようかなとかも思ってんだよね。やっぱイメージ悪いじゃん。イメージ結構でかいから清潔感あった方がいいかなとか思って。雰囲気合ってる？なんか使いやすいっていうか使いやすいね人になんないとなとか思って。いろいろ考えるよ。いや、髪の毛赤いとね、印象悪いからね。使いづらいじゃん。いや、それは気づいてるよ。な、それを今やるのか、35ぐらいでやるのか。やっぱ便所太郎さんってかっこいいし頭もいいしいい生き方してるけど、タトゥーがネックになってること多いと思うんだよね。だから俺はほらタトゥー入ってないじゃん。俺もタトゥー入れてる便所さん好きなんだけど、やっぱそういう部分が邪魔するっていうのあると思うよ俺。イメージ戦略ね、まあ、人生で一回ぐらい俳優さんをやってみたいですね。顎ちょっと長いな確かに。それでもだいぶ清潔感出るね、それでもだいぶ違うけど。顎長いね、ちょっとね。ちょっと待って、顎は。どうだ。顎だな。バリカン入れる？バリカン入れるどうする？バリカン入れっか。バリカンでいいの？いや、染めんのはダメだよ。時間かかる。バリカン入れるよ。
や、ひげが濃いって体毛が濃いってことだからね。こんな感じもう、こういう時は、ね、女性の意見取り入れた方がいいんだよ。え？おはよう。こっちの方がいい。だね、女性の方がね、美意識高いから、だね、こういう時は女性の意見取り入れた方がいいんだよ。こうやってやった方がいいっていう。こっちの方がいい？こうしようか。これくらい？これくらいの方がいい。またモテと思いました。さっぱりはしたよな、さっぱりはするよね。清潔感は出るよね。長いかな。太いんだよね。さて、今日は何やろうか。何する？何して遊ぶ？今日は何して遊ぶ？遊ばいいよ。
じゃあ俺が顔曲がってんの。ゲームはあんまやんないな。ゲームはあんまやんない。うん。山手一周。細い？そう。そうか。わかる。超暑いよね。何しよっかな。どうしよう。部屋だし、いや、使ってる、使ってる。あるあるある、おこしやすさん。俺も最近見つけたんだけど、これもう2ヶ月使ってるよ。あるある。リステリンホワイトニング。あるよ。うるせえや。消えろ。30秒かな。30秒、60秒だって。お前に関係なくない？わあ。やっちゃった。お前に何の関係があんの？俺がやることと。お前か。
もう出ない。てか鼻からもう出る気ない。これ出ないって言ってる。わあ、つらいよ。つらいよ。うん。いや、もう出ない、もう出ない。もうつらい。もういいわ、セゴロは。うん、勝った人がやればいいよ。てかもう、便所さんから誘われないよ。東京向いてない。ああもういいわ。辛いもん。やらないっつってんじゃん、うるせえな。なんだこいつ、GJ とかいうやつ、キモ。お前に何の関係があんの。他行ってくんない？めんどくせえから。逃げるも何もねえだろ。負けたもんは負けなんだから。で、次に出るか出ないかなんか逃げも勝ちもねえだろ。別に。俺の勝手だろ、そんなの。一生懸命やって勝てなかったんだからもういいだろうがよ。うるせえな。金かかるんだよ。もう10万、20万、平気で飛ぶんだよ、格闘技って。大赤字だよ、捨て頃で。いいんだよ、もう負けたんだから。一生懸命やって勝てなかったんだから、そんなところに予算割けねえよ俺。食ってくのに必死なんだもん。暑いよね。うぜえよなこいつ。うるせえよほんと。ブロックなお前。うざ。金かかるよ。めちゃめちゃお金かかるよ。はい、お前ブロック。うん、めんどくさい。
応援してないやつにとやかく言われたくねえよな。応援してるやつにとやかく言われんならさ、わかるけどさ、応援すらしてない傍観者にとやかく何のか言われたくないよな。そんなになんだかんだ言うんだったら自分が出ればいいじゃんな。出る気ねえっつってんだから、バカだよな本当に。今日何やろっかな。今日何曜日だ。日曜日、今日日曜日か。日曜日か、何やろっかな。でも、ま、新宿とか出たら人多そうだもんな。これはちょっとめんどくさい。はい、こんにちは。リプライっていうのは、なんていうのかな、この人のコメントにこのコメントを返しますよって、俺に話しかけるんじゃなくて、美穂子さんとかコンタさんにコメント書くことをリプライっていう。だから俺に話してるんじゃなくて、このコメントに対してまあ共感したりとか、あの反論をしたりっていう感じかな。だからリプライっていうのをうざがる人もいれば、リプライをやりたがる人もいるので、俺は別になんか自分に話しかけてんのかコメント欄でやり合ってんのか分かんないから、そう、返信って意味だね。返信って意味。リプライ禁止枠とか多いよね。俺は別にリプライ全然やっていいんじゃないのと思ってるけど。ありがとう。バーガーありがとう。うん、いってらっしゃい。
寺ら。何しよっかな。何しよっかな。スケボーでもやる？スケボーでも。スケボー配信やる？スケボー配信。一回だよ。うん。プリンセスガーデン一回だよ。スケボー始めようと思って買ったんだけど、まあ乗れるぐらいにやっとなったぐらい、全然できない、全然できない。俺が持ってんのサーフスケートってやつで、サーフィンみたいに。スケボー配信やる？スケボー配信できんのかな。はーい。お、取り立てが来た。リスナーさんありがとう。リスナーさんありがとう。届いたよ。天岐阜リスナーさんありがとう。一昨日の俺ありがとう。自分で買ったんだけどね。はい、開けまーす。来た来た、バッテリー、バッテリー来た。あ、これ自分で買ったやつ、プレゼントじゃない。実さアンカー来た。アンカーていうか、これカメラ左右反転してないか。カメラ左右反転してる。うん、反転してねえな。大丈夫か。俺の画面だと反転してるんだけどな。なんだろうこれ。してないね。はい、こんにちは。もうバッテリーね、携帯配信増えたから携帯用の。これ安いよ。これね、2万アンペアでいくらだっけな。2万アンペアで4000円しなかったよ。3000円ぐらい。アンカーね、すごくいいんだよこれ。うわ、小さい小さい。こんなもんだわ。こんな、これで2万アンペア安いよね。ここのメーカー一番いいよ、バッテリー。こんなもんだわ。これはいいじゃん。俺が使ってる大型バッテリーのメーカーなんだけど、アンカー3700円かな。で、2つ入れるところがある。アンカーっていうメーカーのバッテリー、2万アンペアいいじゃん。うーん、のりこもアンカー使ってんだよね。結構配信者はアンカー使うことが多い。アンカーいいよね。アンカーいいよ。全然小さいじゃん。
使いやすそう。大容量で、俺のやつは、あ、袋もついてんだ。袋付きだ。袋付き、いるかこれ。袋と充電ケーブルがついてる。充電ケーブル、バッテリーどれくらい入ってんだろう。 3,4 回じゃないの。2万アンペアってどれくらい。まあまあこれだけ容量あれば大丈夫だと思うけど、いいんじゃない。アンカーどれくらいいけんだろう、見てみっか。ちょっと今サイト見てみるわ。俺のやつは2万100アンペア2ポート、2ポートで iPhone8 だと 7.7 回、 iPhoneX が5回フル充電だって。で、Xperia が5回だから、まあ、iPhone8 は持ちがいいんだろうね。 iPhone8 が 7.7、 iPhoneX が 5.1 回だって。で、値段が、3800円。ミリ AH って書いてある。2万 mAH って書いてある。そうそう、スマホ用とモバイル要はあのスマホ用だね。悪くないね、全然。でここに挿してこれで充電するってやつだね。これで充電、配信者御用達だねこれは。スマ、スケボーで配信やる場合ってどうやってやればいいんだ。結構差あるみたいね。これはまあ使えるね、だいぶ。スケボー配信やるじゃん。スケボー配信行く？行きますか。ちょうど機材も揃ったところで行こうか。ちょ、 Wi-Fi 切り替えるわ。暑い。いいんじゃん、スポーツの夏。楽しそうじゃん。外の風景映すのと俺の顔の風景映すのどっちがいい。外の風景映すのとどっちがいい。東京の街スケボーにつけて見るのか、あの俺の顔見ながらがいいのか、どっちがいい。選んで。両方は無理でしょ、スマホが1台なんだから。外の風景、じゃあ行くか。外の風景ちょっとやってみっか、試しに。ぶっ壊れねえかな、大丈夫か。見えてる？今 Wi-Fi 切り替えたんだけど見えてる？どう？見えてる？あ、見えてんだ。 Wi-Fi 切り替えてもいけんだ。ちょっとのんちゃんスケボーやってくるわ。外の風景の方がいい？OK、 はいはい。こけないかな、大丈夫かな、久々にやるかんな。じゃあ外の風景、スケボーやってきます。財布持ってく、どうする。いいか、とりあえず出るか。熱っ。めちゃめちゃ暑いな、やば。これが俺の板ね。板の先端につければいいのか。どうすればいいんだろう。布団干してんだよね今。
サーフスケートってやつだね。どうしよっかな。外にして、外にしてここにかませればいいのか。これ危なくねえか。スマホぶっ壊れるぞこれこれスマホぶっ壊れるぞ。大丈夫かこれ。こう無理でしょ無理でしょこれは無理があるでしょ。いやこれ無理でしょ。足に無理だな。するするね。これ試しにやってみる。どんなカメラになる。カメラ確認できねえな。画質がどんな感じ。見えてんの。 OK。 これで OK。 OK。 ここで固定していい。 OK。 見えてる。ちょっといけるかな。するよこれ。どうやってやるんだっけ。右に乗せて、どうやってやるんだっけ。右利きは右足が後ろだっけ。どうやってやるんだっけな。右足がケツだっけ。右足がケツだっけ。どっちだっけ。分かった分かった。これ上の方にすればいいんだ。こうだ。これでまあ右足が上。右足が上だっけ。誰かサーファー職人さんいないの。コメントに右足、右真ん中より違う。右足がケツなのか左足が前なのか。ローアングル OK。 行ってみるよ。コメント拾えないよ、スケボーにつけてるから。どうやってやるんだ。どうやってやるんだ。やり方忘れちゃったよ。右足が後ろ。大丈夫かな。大丈夫？酔わない。どういう感じなの。面白いの。面白いの。みんな面白い。映像的に俺右足利き。不思議な世界。取れてんだろう。吐きそうになるの吐きそうになるの。どんな感じなんだろう。ゆらゆらすんの。どういうこと。早く見てみてえな。これ映像撮りてえな。気分悪い。どういうこと。全然わかんねえんだけど。吐きそうになるの。吐きそうになるの。画面がぐにある。なんで。なんで吐きそうになる。じゃあ俺の方向ける。顔酔うんだ。いや波打つようにやるの。サーフスケートっつって普通のスケボーじゃないの。俺の顔写してやろうか。そうする？
カメラの角度変えるかじゃ。ちょっと待って、俺の顔を映しながらやろう、イケメンを。新しい映像は撮れてるんだ、面白いね。 iPhone が振動に耐えられてないまあいいじゃん、こういう試み、新しいトライをしていくのは。ちょっと待ってね、俺を映すときはこれスマホを変えるでしょみんな酔う酔うっつって酔いまくってるね。こうかな、これをこうつけるからこうか。ちょっと待ってね、これもやったことない表現だからさ。で、俺が立つからこうかな。これでやってみようか。ちょっとこれでやってみるよ。グリップしっかりしないといけない、大変だよ。 OK、 OK だったら手挙げて。 OK、 OK、 いくよ。どんな感じ？こっちの方が見やすい。どう？こっちの方が見やすい。どう？意外と楽しい。こっちで行く。顔は見えてた。見やすいんだ。こっちで行こうか。じゃあ股間に目が行く。歪まなくなった。じゃあ行こう。意外と車走ってないね。あ、危ねえ、危ねえな。GoPro で撮った映像。配信会初じゃない？なんか配信会初の映像っぽくない？ゲームみたい。貴重な部位だよね。なかなか見ないよね。空が見える、クール。帰るか、疲れるな疲れるな。これもう飽きたんだけど、うん、いい映像が撮れたってこと。おー、危ない危ない、おー、危ない危ない。暑い暑い暑い。楽しいの見てて。楽しいの。いや、リバーサイドだから。
ずっと見てられるんだ。映像的に楽しいんだ。 iPhone で撮ろうかな動画。キックボードだったら安定するかもね。もう一回地面映してみる。多分あれじゃん、コーディングの問題なんじゃないの。もう一回外映してみる。みんなが酔う方、酔い配信やね。俺が見えてないかんな、外映すとき。キックボードなら軸安定するだろうね。オッケー、行くよ。この辺オッケー、ここでオッケー。これでいける。オッケーだったらオッケーって書いて。オッケー、完璧ね。行くよ。どんな感じ歪むんだ。歪む、空間が歪むの。なんで空間が歪むの。あ、やっぱグワングワンするんだ。なんでなんだろう。ダメなんだ。これ多分システムの問題だよね。多分システムの問題だね。俺の問題じゃないね。iPhone じゃなくてね、多分ね、エンコーディングっつって、そのファイルをどうするかなんだよね。まあ、しょうがないよね。配信だから。はい、アイテムありがとう。楽しい、見てても楽しいの。どんな感じに映ってんだろう。認識、そうそうそう、要はあのフレーム数とかをどうする。プッシュの足が逆、嘘、左足プッシュするんじゃないの。え、右足を前にしこうか。ありがとう。左足をプッシュする。こういうことか。普通に楽しいんだ。新宿だから面白いんだろうね。街並みが綺麗だから。新たな映像撮っちゃったね。右利きなら軸足左足なんだ。右足蹴るんだ。ありがとう。汗がすげえ熱い。こんな感じで撮ってます。ボードにつけます。ボードにくくりつけてここにね。暑いな。帰るからさ。
タンド見る？いいよ。俺のスマホスタンドこんな感じで、これ5000円するんだけど、こんな感じでクリップで挟めんの。こういう風にこうネジで留めて、ここにガチッと挟み込んでる。だからポールとかにも挟めんの。これいいでしょ。これあの前回弾丸塾で壊しちゃったんだけど、これを取るじゃん。そうするとこういう輪っかになってて、例えばこういうところにガチャッとはめて、こういう感じで使えるの。いいでしょ。5000円だけどありだと思うよ、このスマホスタンドで。普通に広げたら普通に立てるっつうか、あのスタンド三脚としてこうパチッと止めることもできる。あっち便利だよこれ、めちゃくちゃ便利。腕には無理だね、腕とか足は無理だけど、こういう風にこういう風にクリップができるって感じ。立てることとこういう挟み込むことができるの。いいんじゃん、スケボーねつけて。ありだと思うよ。そうそう、部品が折れちゃったんだけど、1500円ぐらいでこの中の関節パーツっていうのかな、グニャグニャする、要はあのスマホクリップするところの中間とかいっぱい売ってるから、カメラ屋さんとかに。それでなんかみんな好きなパーツつけてやってるね。だからあれなんだよ、アクションカムなんていらないんだよ今の時代。 GoPro とかさいらない、スマホにくっつけ。また来てフォローしてね。よいしょ。あっち汗だくだく。はいはい、暑いな。はいはい、頑張る頑張らないかな、楽しむよ。スケボー配信はこんな感じです。なんかしょんべんくせえなこの辺。あっち。いやーそういう問題じゃないと思う。要はね、このサーフスケートっていうのがぐにゃ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 こう蛇行して進む、ちょっと珍しいスケボーなの。普通のスケボーと違くて蛇行しながら前に進むっていう、サーフィンみたいな動きするのね。で、横の動きに対してエンコーディングができてないんだと思う、俺の考えだと。ただいま。だからね、映像処理のそのプログラムの問題でぐにゃぐにゃになるんだと思う。わかんない、俺も映像見えてないから、足元で外カメだから見えないんだよね。後で確認してみるよ。まあ、みんなが歪む歪むっていうんだったら歪んでるのは間違いないから。俺は頑張らない、何事も頑張らない、楽しいことだけやる。暑っ、暑かった。なんだこれ、タイムアウトって何。タイムアウトってなんだろう。暑い、汗すげえかくな、スケボーな。ていうかランニングしないで、捨て子の時スケボーやりまくれば結構体幹強くなったかもしんないね。体幹強くなって腰足腰え、なんだこれ、足腰が強くなってで良かったかもしんない。運動も実はハードだから、スケボー
腰の強さと足腰の強さつくからスケボーを取り入れてもよかったかなっていう。あっち、めちゃめちゃ汗かいたな。サウナだね、サウナ。なんで歪むんだろう。はい、こんにちは、ふくろうさん。いっす。熱い。シャワー浴びようかな。滝のような汗かいてんだけど、めちゃめちゃ暑いわ。天気抜群だったね、うん、天気抜群。そうなんだ、これいけんのかな。これ試してみっか。これでいってるいってる、うん、新しいバッテリー。これのホルダーが欲しいな。はい、こんにちは。新しいバッテリー届いたよ。3800円。こいつがもうメインになるかな。外配信するときはもうバッテリーが重たくて、あのさ、俺山手線一周とかさ、人よりも時間異常にかかるでしょ。高尾山から新宿来るときとか24時間とかかかるじゃん。あれね、5キロのバッテリー背負ってるからなんだよ俺。普通の人の山手線一周と違かったの。みんなこれでやってるわけじゃん。俺パソコン持ってバッテリー5キロ持ってそれでやってたから、あの膝壊してたんだよね。ハードモードでやってたんだよ。そうそう、充電半分入ってるね。嬉しい嬉しい。よくよく考えたらきつすぎるよね。5キロは重たいよ。重い。それがこの重さになるだけで全然身軽なのよ。だから俺の中で外配信ってハードル高かったんだけど、最近外配信にハマってて、外配信っていうかね、もう手軽にこうやって身近にクリップつけて、なんかこう私生活丸裸にするっていうやり方好きだから、だからありだなと思って。きついきつい。だから別に配信さ、綺麗な映像を求めてるわけでもないじゃん。リスナーさんはある程度認識できればいいっていうのがあるからね。綺麗な分には構わないんだろうけど、あっち汗止まんね。これくらいの方が楽かもしんないよね。バッテリーね、アンカーがいいよ。アンカー、もうみんな配信者はアンカー。
これ3800円だけど安いのがある。これは iPhone 5回分ぐらい安価、安いから、とにかく安くて物がいいの。もう配信者アンカーがみんないいっていう、もうみんなアンカー使ってる。で、ガジェットに関しては配信者、うん。で、アンカーね、ちょっと待って、他の見てあげるよ。小型のやつでしょ。だいたい配信者みたいに多分使わないから、一個小さいやついいと思うんだけど、ちょっと待って。俺が使ってんの3800円で、iPhone5 回、5.5 回分ぐらいの、アンカーのバッテリー。これがいいんじゃない？2500円。2500円で、これの半分ぐらいの大きさで、ちょっと待ってね。2回充電ぐらいだって。2回か3回充電ぐらい。iPhone。iPhone 8が 3.8 って書いてある。小さいやつだと2600円で売ってる。アンカーで。これいいんじゃない？うん。2回充電ぐらいで。配信者ずーっとね、配信垂れ流しだからね、でかいやつが必要なんだよ。スピーカーもいいんだ、アンカー。へぇ、そう。やっとね、大阪に店舗がやっと1店舗できたんだよね。これがでかいやつでこれくらい。それでも薄いけどね。これのもう半分ぐらいの大きさも売ってるよ。スピーカーも強いんだ。スマホホルダーアマゾンで売ってますか？探したけど、これはね、ヨドバシカメラで僕は買いました。このクリップはヨドバシカメラで買った。東京だと新宿のヨドバシカメラ西口にあって、そこにカメラ館っていうのがあるんですよ。スマホの方じゃなくて、で、カメラ館の三脚コーナーが4階にあって、そこで買えます。アンカーね、大阪に支社がやっとできたんだよね。だからベンチャーでかなりうまくいってんでしょ。これ日本なのかな、チャイナだ。メイドインチャイナって書いてある。アンカーは急激に伸びてるよね。あ、レッドもあるんだ、いいじゃん。小さいやつだとカラーレッドもあるね。いいじゃん、いいじゃん。まあでもね、なんかスマホのクリップとかで検索するといっぱい出てくると思うよ。なんかヒカルくんは吸盤タイプ使ってるね。配信者最近流行りは吸盤タイプ。充電器アマゾンで売ってるよ。うん、俺アマゾンで買ったから。わたあめね、これ俺が勧めてんの、これね、アンカーで。これカラーは赤にすると3000円になるけど、星もいっぱいついてるし、これで。ブラックだとブラックが一番安い。これアンカー、赤だと3000円だって。赤だと3000円で、スマホ充電がこのサイズだと iPhone8 3.8 回って書いてあるよ。 iPhone8 3.8 回っていいんじゃない。あ、2つ持ってんだ。やっぱ売れ行きじゃん。黒は履けるんでしょ。履けるってことは値段安くしてもいいっていう。で、赤は新色でなんか高いんじゃない、新製品で。まあ、赤かわいいけど、いいじゃん3000円で、うん、もう配信者御用達。配信者みんなアンカーだよ。小さいよね。外配信することが厳しくなる。あ、あれはね、配信者が騒いでるだけ。あれは条文俺読んだんだけど、ちゃんと盗撮に関する規制の幅が広がったんですよ。
盗撮っていうのはそのまあ定義があって、要はみだらに女の子のスカートの中とか、要はいやらしく、要はエッチなことだよねとか、エロいこと、裸とかを写すことを指すのね。で、今まではその会社のロッカーの中とか、要は民間の企業、家の中とかを盗撮することは OK だったの。 OK っていうか規制できなかったの。要は俺が彼女ののんちゃんのエッチなやつを盗撮、要は許可をなく撮ることを禁止されてんの。それを配信者が条文も読まないで、あのなんつうの、外配信できなくなるって騒いだだけ。だから今やったじゃん。でも盗撮に値しないから、これは、うん、ベルボンかな、ちょっと待ってね、見てみるわ。ベルボンパワークランプかな、ちょっと待ってね。ベルボンパワー、ベルボンパワークランプ、ちょっと待って、これこれこれ、ベルボン、ベルボンのパワークランプ、これこれこれ、アマゾンで売ってるね。そうそう、アマゾンで売ってる売ってる、これこれこれ、ベルボンパワークランプ、これアマゾンだと4418円で売ってる、これです。ちょっと高いんだけど、これは結構使えますね。あ、これベルボンだったんだ。俺ベルボンばっかりだな、持ってんの。あ、ベルボンは三脚で一番売れてるメーカーだからね、いいと思いますよ。これっす。なんか機材のことはやっぱ和道に聞くっていうのが定番だよね、もう配信会でも。俺か深夜っちょかじゃん、配信機材詳しいの。安くてコスパが良くて安定的なのを知ってるって言ったら俺ってなってきたよね、だんだん。最初は右も左も分かんなかったんだよ、パソコンのこともソフトのことも何にも分かんなかった。でもゆっくりゆっくり勉強して、本読んで、ブログとかも読んで、やっと意味が分かってきたね。やっと意味が分かってきた。もう配信会機材詳しくなってきたもんね。なんかね、よくね、やっぱね、お店に通うっていうのがやっぱ一番いいよ。お店に通ってどういう機材が出たのかとかチェックするのが一番いい。そうだ、あとね、弾丸塾の名刺を作りたいんだよ俺。弾丸塾のなんか運営さんから許可取ったから、弾丸塾専用の名刺を作ります、僕は。レア名刺って和道の名刺ってあるの？いや、普段の俺使いの名刺も、和道っていう名刺も作んないといけないんだけど、配信者としての名刺も作んないといけないし、あれも作んないとなと思って、弾丸塾の。要はさ、なんだ、この前もアベマ TV のスタッフさんと名刺交換の機会が増えたのよ。業者の人っていうの、あと運営さんとかさ、どこどこの会社の人とか、その辺しっかりしないとなと思って。毎回ね、名刺今
持ってなくてっていうのダサいじゃん。しっかりやんないとね。アピールっていうか、まあまあ初対面の人にさ、やっぱり男官塾っていう番組を知ってもらいたいから、例えばさ、アベマ TV の人に知ってもらって今度取材させてくださいとかなると、顔は入れる入れる。俺は名刺入れるとき全部顔写真入りにしてるから。そう。だからそれでね、少しでも目に留まって、やっぱり俺男官塾のミソっていうのを業界の人がチェックしてるっていうのがでかいと思ってんの。要は配信者はさ、配信者のリスナーさんの中でどれだけ売名できるかっていう勝負をやってるじゃん。俺そこ小さいと思ってて、なんかもっとその配信よりも外の人に知ってもらいたいっていう。で、ある北高さんも全く同じ考え方なのね。配信を知らない人に知ってもらうことによってその人の世界が変わるっていうのを業界の人だから分かってるから、だからその、なんだろう、明らかにリスナーじゃない人にその男官塾っていうのを認知してもらうっていう活動をやりたいんだよね。何やろっかな。この配信 YouTube にアップするよ。うん、たくみさんが全部やる。俺の配信は基本的に YouTube に全部残してるよ。なんで？あ、はいはい、了解。またね。いいな。
スマホ画面見えづらいよ。見えづらい見えづらい。本当に大変。見えづらいよ。明かりがね強いところは日光直射日光やっぱ強いから全然見えないね。全然見えない。部屋少しだけね、少しだけ綺麗になったね。まだ完璧には綺麗になってないよ。部屋臭いよ正解だよ、臭いよ。はい、わたつ。なんかさ、俺さ、7月の11日がさ、配信始めて5周年になるの。5周年イベントなんかやる？企画。5周年イベントやる？配信。5年か。5年やってんのか。俺多分2013年始まりだと思うんだよね。7月11日が5周年なの。そう、5年経過して6年目に入るの。だから6年生になるんだよ。2013年7月11日からやってる。何やる？どうする？便所さんもね、同期だよね。配信で言ったら、配信で言ったらまんま同期だと思うよ。山手線一周、なんか企画考えようよ。何がいいかな。
ダブルで。いや、ベンドさんは今日でしょ。今日だと思う、ベンドさんは。何企画やろうかな。性転換はしねえよ。記念に性転換ってなんだよな。弁当さん今日だよね、確か。だからちょい先輩なんでしょ。10日先輩なんでしょ。弁当さん今日だって書いてたよ、5周年。俺は10日後なんだよ。弁当さん今日だね。何やろうか。どんなことやろうかね。なんか企画やろうよ、企画。何やろうかな。遠征にでも行く。遠征、遠征にでも行く。何がいいかな。リスナーさんとの思い出を振り返る配信。あ、いいよ全然全然やろう。あとロハコさんの動画作りてえなと思ってんだよね、うん、リップロハコの動画。まあ、それは YouTube の広告外してもう普通になんかサーバー上にお墓作るっていうツイート。肉体改造っつうか痩せようかなとは思ってる。筋肉系いるでしょ。サンタさん、それどれの深夜食堂かブチ切れるよ。筋肉系いるでしょ。だから肉体改造はね、あの3年ぐらいかかるよ。みんな結果出るまで。ドレさん筋肉すごいよ。あれの要はすごい見た目のあのボディービルダー、ボディービルダーっていうかバキバキのやつでしょ。あれはあの脂肪を落としたらああなるんだよ、みんな。ロハコさんのね動画やりたいよね。写真がいっぱいあるんだよ、ロハコさんの。原田さんはまあ筋肉っていうかファイターじゃん。原田さんも腕えぐいよ。まああとカズさんがいるね。カズさんのプライベート写真持ってるけど鬼の顔持ってるよ。原田さんの鬼の顔見る。原田さんじゃない、カズさんの。カズさんの現役バリバリの鬼の顔が背中に出てる時の画像持ってるよ。引くよ。
これがカズさんの最盛期。やばくない？しかも筋トレ一切なし、筋トレ一切なしでこの体だって。引くでしょ。カズさんから送ってもらったやつ、これがナチュラルヒットマッスルだよ。筋トレなし、一切やんない。ボクサーの人は筋トレ嫌うもん。実は筋量いらない、ボクシングは。タイミングで打つから。そう、ナチュラル。要は普通にシャドウとかこういうサンドバッグ叩く動きだけで作った筋肉。ほんとそのレベルだよね。引くでしょ。だからもう桁違いなんだよ。体壊すっていうよりもね、筋肉が必要ない、重たいから。いや、ハンドスピードが落ちるから嫌がるの。いや、スピードが胸なの、プロボクサーは。スピードとタイミングだけあれば顎揺らせるじゃん。 あすごいよね。まあレベルが違う。フォロワー僕しないですよ。はい、絶対にフォロワーしません。僕はフォローしてもらうのが仕事なんで。で、いつも言ってるんですけど、この放送はフォローしてもらってるファンの人のための放送なんですよ。はい。だからもし気に入ったらフォローしてください。フォロワーは僕はかっこ悪いと思ってるんで。本当にその人の人生をフォローするって決めた時しかフォローするって決めてないんですよ。だから僕は誰もフォローしてないです、今のところ。中途半端な数字だけのやり取り嫌いなんで。T シャツ？ T シャツあるよ。グッズ。オリジナルグッズ。これ。これがワドー T シャツ。ぜひ買ってください。ワドーって書いてあるし。よろしくです。もう在庫あと何枚？ 8 枚。残り在庫8だね。だいぶありがたいっす。フォローバックって意味ないじゃん。なんか数字だけ伸ばしたいってことでしょ。そうじゃなくて人との付き合いがしたいし、俺配信者だからやっぱり本当にフォローされてなんぼだと思ってるから。で、本当にフォロー、本当の人生的な意味でもフォローしないのに数字だけでフォローバックするとか言ってる人、意味ないと思ってんだよね。かっこ悪くない？なんか数増やしたいゲームじゃないでしょ。本当に気に入ってもらえるような活動、配信で返したいよね、俺は。配信で返したい。だから純粋なフォロワーさんだけ欲しいんだよね。俺のこと助けてくれる人だけ、追いかけてくれる人だけ。なんかその数字ゲームみたいな考え方が嫌いなんだよね。なんか惰性で付き合いするのがあんま好きじゃない。T シャツ買ってくれる人は LINE に連絡ください。
しい気も。おい、ワード2。限りない喜びは遥か遠く前に進むだけで精一杯。やることないっていいな。暇だよ。みんな暇だよ。3日で飽きるな。3日で飽きたわ。なんか新しいこと始めないと。もういいや暇は。はい、ワトツ、暇だわ。これ暇すぎるわ。忙しいのも嫌だけど、暇になったら嫌だな。何しよう、どうしよう、どうすっかな。暇はつれえな。暇が幸せだったんだけど、3日だけだったわ。忙しくなりたい今度は。暇つらい。3日だけだわ。のんちゃんの隣で寝よ。つらいね。やっぱダメだね、暇って。暇はダメだわ。気づいたわ。よろしくない。もう飽きた。暇。お昼寝しよう。暇が一番いい。忙しかったんだよ、ここ最近。お昼寝タイムだわ。のりことお昼寝しよう。のんちゃん。暇なら寝れる。いや、だってね。暇だよ。どうしよう。どうしようかな。おいにつけよう。のんちゃんと寝よう。そうだね。なんかもうダラダラする時間がなかったから、のりこを枕にすんの。いいよ。のんちゃん枕にしようか。じゃ。暇だよ。充電しよう。のんちゃん寝てるのか。のりこは一日23時間ぐらい寝てるよ。のんちゃんぐっすり寝てる。のんちゃんおいで。あれ、和道 T シャツ着てんの。和道 T シャツ着てる。のんちゃん腕枕。寝づらい？ごめん。俺の腕枕嫌だって。なんだそれ。おかしいだろ。ペコ。ペコとした顔召喚しよう。おいで。
喧嘩しないの、喧嘩しないの、はい、おいで、うん、うん、あ上手だね飛ぶの。さちゃんおいで、よしいい子、さちゃん来た、はいみんなに挨拶して、さちゃん、ペコ坂コンビ、すーちゃん、よし行こう、すーちゃん長生きだね、えらい、みんな坂のこと大好きだから、すーちゃん、ペコ踏みつぶされないようにね、ペコペコおいで、よしいいかいいか、おーどこ行くの、ペコよしいいか、ペコ、かわいいよな、なんでそんなかわいいの、お腹のハゲ良くならないんだよね。ちょっと良くなったかな。少し生えてきた。ちょいハゲ。ペコはのんちゃん大好き。釈迦は俺が大好き。釈迦は呼んだら俺のところ来る。俺から離れない。で、ペコは釈迦も大好きよ。釈迦を追いかける。ペコの好きな順番は、釈迦の次にのんちゃん。で、のんちゃんの次に俺。ペコは俺の言うこと聞かない、ペコイケメンだから、のんちゃんとこ行っちゃうでしょ、ペコもうのんちゃんがね餌付けしたからね、のりこが一番偉いと思ってる、ペコ、シャちゃんは俺の言うこと大好き、シャちゃんはペコが苦手だったのが少し大丈夫になった、喧嘩しなくなった、シャカか、さちゃん、さちゃん、いい子だね、お腹がいいの、よかったね、のんちゃんに遊んでもらって、もう野生の本能ゼロだからね自分のこと人間だと思ってるから不思議だよな、食べられちゃうよ、さやちゃん、ね、配信最近ねスマホ配信だからね、いやー、うん、不思議だよ、鳥は可愛いよ、こんな可愛いんだよ、やばいでしょ、しかもねなんかねハムスターぐらいの大きさなのに頭がいいっていうのがいいよ、本当にびっくりする、おいでおいで、めちゃめちゃ頭いいの、脳みそこんだけしかないんだよ、ん？歌うの？ペコ、自分の名前がわかるってすごいよね、めちゃめちゃ頭いいよ、人間の知能でいうと5歳児ぐらいって言われてる、賢さは、ただ感情の起伏は2歳ぐらい、いや感情のコントロールができないの鳥は、だからすぐ怒ったり泣いたりする、頭はいいよ、カラスとか頭いいでしょ、恐竜だよね本当に、獰猛な恐竜みたいな感じ、すごい気性荒いよ、喜怒哀楽がねコロコロ変わる、賢いのは賢いよね、好き嫌いも激しいけどね、鳥はいいな、文章と出会ってよかったなと思ってるもん、こんな
しゃべる鳥もいるのはね、あれは習性で、なんつうの、例えば猿とかに襲われそうになった時に、なんていうのかな、猿の鳴き声して敵じゃないよっていう風に、擬態の一種だね。まあそういう鳥もいる。文章は喋らないね。ただ鳥言語って言って、そのなんつうの、喜んでる時の声、警戒してる時の声とか全部わかる。仲間を呼んでる時の声とか、鳥言語はわかるようになるね。要は何種類かある。7種類ぐらいかな。オスとメスによって違うけど、だから自然の中の鳥も大体わかるようになるよ。あ、今警戒し合ってるなとか、あ、喜んでるなとか、仲間呼んでるなとか、あ、嬉しいんだなとか、テンションが高いなとか。あ、ごめんごめん。荒ぶってるんじゃなくてね、友達を探してるんだと思う。要は友達いるいるって、要はシャカとペコが呼び合ってるから、な、友達がいるぞってなってんの。だからこう探してるでしょ、うん、友達だ友達だって言った、遊んで遊んでって、うん、だからペコとかシャカも文鳥の YouTube 見るとキュッキュキュッキュ言うもんね。どこどこって、もともと文鳥はね、群れをなす鳥じゃないから、つがいでやるから、自然界でも遭遇するのが珍しいんだよ。だからなんつうの、探し合ってるんだと思うよ。ごめんね、ハゲでもね、君より収入が良くてね、君よりもね、いい生活をしててね、君よりも彼女がいて、君よりもモテて、君よりもうまいもん食ってるんだ。残念だね。ハゲてるかもしれないけど、君にハゲ以外のステータスで負けてるとこないもん。ご想像にお任せします。僕の収入は、俺の収入はリスナーさんがアイテム投げた数だから。喧嘩しない喧嘩しない喧嘩しない、ご想像にお任せします。僕の収入はアイテムが上がった数が僕の収入なんで。続かないどころか、どん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 良くなってるね。残念でした。どん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 良くなってます、僕の生活は。残念でした、アンチ。残念ながら続く続かないとかいうレベルじゃなくて、どんどん良くなってますね。鳥かわいい？猫八さん、うん、文鳥、文鳥の釈迦、これは釈迦ちゃん。こっち側にいるのがペコ、これがペコ、色がついてんのペコ、釈迦とペコ。風船ありがとう。また収入が上がってしまったよ。アンチコメント、アンチコメントが来てる間にまた僕の収入が上がってしまった。もうアンチは無理だよ、勝てないから俺には。もうアンチコメントとか打ってる時点で人生の負けなんだよ。インコは苦手かな俺は。俺がね、生活保護でニコ生で配信してる時も同じこと言ってたよ。お前が配信で食えるようになるわけないって言ってたよ。絶対ないって言ってた、まあ、現実僕は自分のことを信じてこうなってますよ。要はね、人のね、上げ足取ってるようなやつに負けるわけないじゃん。積み重ねてきてんだから、こっちは仲間と一緒にやることやってきてるやつには勝てないよ。毎日楽しんでコツコツ積み重ねてるやつには勝てないよ。そう思いません？こんな人の足引っ張る時間にさ、
時間を割いてるバカどもに負けるわけないじゃん。後がないってどういうこと？先しかないね、俺は。未来しかないよ。いや、そう思うでしょ。やることやってなくて人の足を引っ張ってるやつとさ、仲間を募って仲間たちと共に前に進んでるやつ、どっちが強いよ。でしょ。おい、キャンディーいらっしゃい。アイテムありがとう。アイテムありがとう。いいんじゃん、俺暇じゃないから。サンキュー。また収入が上がってしまった。また俺の収入が上がってしまった。止まらない収入、止まらない収入増減。もうどんどんアンチとの差が開いていくんだ。アンチと俺の人生がどんどん差が開いていくんだよ。ねえ、のんちゃん、うん、のんちゃん言ってやれ。うふん。YouTube みたいに支援してくれるウームみたいな会社に所属してるのですか。俺フリーだよ。支援してくれるわけじゃないよ。税金対策とウームに金払ってるんだよ、 YouTuber が。逆だよ。税金対策で金を落としてんの、 YouTuber が。逆逆。よいしょ。うんちしたね、ペコ。あ、いい返事だ、ペコ。ペコ。あー、来た、暴れん坊。俺はフリーだよ。将来事務所とかに入るのかな、俺も。どうなんだろう。来年バイト、ああ、バイトとかいいかな。やらないかな。俺がやることじゃないかな。バイトとかいいや。まあ、また来年見に来ればいいんじゃないの。来年見に来て、ああまた負けたってなるんですよ。めんどくさい、バイトとかやらないよ俺、うん、てか俺のリスナーさんが、俺のファンが俺にアルバイトさせるわけないじゃん。俺のリスナーさんが俺をアルバイターにするわけないでしょ。世界の和道だから、世界の和道。わかる？俺のリスナーさんたち、俺のファンたちがそういうことをさせない。そのポジションには俺は行かない。部長はね、全然泣かないよ。声が静かなのが特徴だから。ふわっち以外にも収入あるんで、僕は全然平気です。余裕です。ざまあ、アンチざまあだよ。もう生きてるだけで、生きてるだけでお小遣いもらえるから。なんでかわかる？かわいいから。世界の和道がかわいいからだよ。わかる？君たちは可愛くないでしょ、アンチは。俺は可愛いんだよ。だからお小遣いをもらって生きていくんだよ、お小遣いを。お小遣いがもらえるんだよ。イエーイ、イエーイ。ペコ重たいね。ペコの方がやっぱ体重重いな。よいしょ。
のんちゃんも言っていいよ、クソアンチどもに。桜文鳥じゃないからね。いや香りはないね、匂いはほとんどない。鳥は全くないね。臭くないよ。だからハムスターとか犬とか猫って匂いあるじゃん。全くないよね、うん、あんのかな。俺が飼ってるからわかんないんだけど、ある？ない。ないよね、鳥の匂いないよ。あるのかな、飼ってる本人わかんなかったですかね。ないね。風船、そうそう、毎日水浴びてお風呂入るから綺麗好きなんだよね。風船ありがとう、子猫さん。うん、豆しか食ってないかんね。二人とも匂いないと思うけど、俺はないような気がする。だから飼ってる本人ね、本人じゃないと分かんないから。出たストーカー。あ、鳥の香りってあるんだ。シャちゃん匂い嗅がせろ、ペコ。うん、わかんない、匂い感じない俺は。あるのかな、鳥の匂いって。え、あれ充電器が、あれ充電されてないの、これどうやってやんの。あ、充電中は供給されないのかな。抜くとどうなんだ。あー、なるほど。フォローありがとう、フォローぜひぜひ、フォローありがとう、よろしくです。ペコフォローしてくれたよ、ペコフォローしてくれた。くすぐったいよ、シャーちゃん、くすぐったいよ。どうなんだろうね、いや元から匂いないと思うけど、全くないね。あ、飛んでった。あ、上行ったペコが登れなかった。ペコ失敗。なんかこっち側を充電してるときは供給、電源供給はされてなかったね。のんちゃんと同じメーカーだった。同じだ。うん、でっかいやつ、俺は細長い。そう、長い。リスナーさんも同じの買うって、うん、誰だったかな、綿飴だったかな、うん、うん、甘酸っぱい匂いすんだ、インコは。へえ。シャカは無臭だね。おいで、シャちゃん。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。 YouTube と Twitter もフォローしてね。 Twitter もよろしく。お疲れさん。おつおつ。にゃー、シャちゃん、おつ。シャちゃん、おいで。